三島さん、三島さん。はい。どうした？野球選手って、ホテル内はジャージで活動してるんですか？結論は私服だよ。基本、ホテルでの移動は私服と決められていて、他のお客さんの雰囲気もあるから、部屋から食事会場に行くのにも私服に着替えるし、ホテル内のコンビニに行くのにも私服に着替える。え、都度都度着替えるんですか？そうだよ。朝飯もシャワー浴びて、寝癖直して、私服に着替えて、食事会場に向かってるよ。そのマナーだな。かなりピシッとしてるんですね。